皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校3年生の国語、言葉で遊ぼう、コマを楽しむ、1時間目の学習です。では、教科書47ページを音読してみましょう。今日は説明する文章の勉強をします。言葉遊びとコマ遊びという文章を読みますよ。ここで動画を止めてください。音読が終わったら動画を進めてください。次に2年生で学んだことを確かめます。教科書7ページの下を見てください。開きましたか？7ページの下には説明する文章について書かれていますよね。ここで動画を止めてください。黒線の部分を確認したら動画を進めてください。黒線の部分を先生も読んでみたいと思います。時間を表す言葉、順序を表す言葉、絵や写真と文章を合わせて、大事な言葉や文、したいことに合う言葉を選んで、書かれていることと自分の知っていることをつなげて読む、感じたことや思ったことを友達や先生に伝える。確認できましたか？確認できたら動画を進めてください。今日の学習、言葉で遊ぼうを読み、問いの文とその答えにあたる部分を見つけよう。問いの部分と答えにあたる部分を見つけると、文章全体の組み立てや段落の中心がよくわかるようになりますよ。ここで動画を止めてください。今日の学習をノートに写し終わったら動画を進めてください。48ページの下を見てください。まずはじめに段落と問いの言葉の意味を確認しましょう。段落、文章を組み立てているまとまり。159ページにさらに詳しい説明があるようです。開いてみましょう。開きましたか？次のように書かれていますね。ここで動画を止めてください。黒線の部分をノートに写し終わったら動画を進めてください。黒線の部分、先生読んでみますね。読むときは、それぞれの段落で何が書かれているかを考えると、全体の内容が捉えやすい。では、ノートに写し終わったら動画を進めてください。次に問い、問いの文について確認しましょうね。160ページを開いてください。次のように書かれていますね。問い、問いの文とは、説明する文章などでこれから何を書くかを読み手に問いかける形で表した文のことです。問いの文を見つけると、文章全体で書かれていることを見通すことができるようです。問いを見つければ、これはどんな説明をするお話なのか、それがわかるようですね。ここで動画を止めてください。黒線の部分をノートに写し終わったら動画を進めてください。
教科書48、49ページを音読しましょう。ここで動画を止めてください。音読が終わったら動画を進めてください。音読は終わりましたか？問題1です。問いの文はどこにありますか？ここは岩太郎さんが答えてくれました。教科書48ページの丸1段落2から3行目に赤の二重線が引いてあるぞ。ここが問いだ。問いの文、言葉遊びには他にどのようなものがあるのでしょうか？またどのような楽しさがあるのでしょうか？ここで動画を止めてください。問題1と問いの文をノートに書き写し終わったら動画を進めてください。問題2です。問いの文の答えはどこにありますか？岩次郎さんが考えてくれました。教科書48ページ4行目と8、9行目に赤線が引いてあるぞ。ここが答えですよ。答えを確認してみます。謝礼です。謝礼には言葉の持つ音と意味とを組み合わせるという楽しさがあるのです。ここで動画を止めてください。問題2と答えをノートに書き写し終わったら動画を進めてください。ここまでは岩太郎さんと岩次郎さんが考えてくれましたが、次からは皆さんと一緒に考えていきますよ。ここでちょっと岩太郎さんと言葉遊びをしてみましょう。丸二段落の謝礼を考えてみましょう。まず僕から言うね。電話に電話。電話が鳴ってるのに誰も電話に出なかったから考えてみました。どうでしょうか？ではあなたの番です。考えてみてください。ここで動画を止めてください。謝礼を言い終わったら動画を進めてください。言わないで進めても大丈夫ですよ。もし思いついたら言ってください。学習に戻ります。岩太郎さんは考えました。問いの答えはシャレだけなのかな。丸三、丸四段落にもありそうだな。探してみよう。では問題3です。ここからは皆さんに考えてもらいますよ。問いの文の答えはどこにありますか？教科書48、49ページ、丸3、丸4段落に2つずつあります。合わせて4つありますよ。まずは教科書に鉛筆で線を引いてみましょう。ここで動画を止めてください。問いの確認をしますよ。言葉遊びにはどのようなものがありますか？と、言葉遊びにはどのような楽しさがありますか？という問いでしたね。丸三、丸四段落に答えが2つずつありますよ。まずは線を引いてみましょうね。教科書に線を引き終わったら動画を進めてください。教科書に線は引き終わりましたか？では、線を引いた部分、まず丸三段落で引いたところを言ってみてください。ではどうぞ。言えましたか？もし線が引けてない人は今から答えを確認するのでよく見てくださいね。
では答えを確認します。はい、私が丸三段落で線を引いたところは回文と回文になっている言葉や文を見つけたり自分で作ったりする楽しさがありますというところです。ここで動画を止めてください。答えをノートに書き終わったら動画を進めてくださいね。次は丸四段落です。では皆さん、丸四段落の線を引いたところを読んでみてください。どうぞ。読み終わりましたか？では答えを確認しますね。線を引けなかった人は特によく見てください。はい、私が丸四段落で線を引いたところはアナグラムと、アナグラムには元の言葉とは全く違う意味の言葉を作る楽しさがあるのですというところです。ここで動画を止めてください。ノートに書き終わったら動画を進めてください。書き終わりましたか？丸五段落を見てください。このようにがあります。このようにの後には、丸二段落から丸四段落の内容のまとめが書かれています。文章全体の組み立てや段落の中心が分かってきましたね。言葉で遊ぼうを読んできました。はじめ、中、終わり。はじめには問いの文が書かれていましたね。どんな説明をするのか見通しが持てますね。中には問いの文の答えが書かれていました。そして終わりにはまとめが書かれていましたね。岩太郎くんがシャレと回文とアナグラムを考えてきましたので最後に紹介します。シャレはイルカはいるか、回文食いに行く、アナグラム内容がいい、言いようがない。どうですかね。皆さんも考えてみてくださいね。まとめです。問いの文と答えの部分を見つけて読むと、文章全体の組み立てや段落の中心がわかる。ここで動画を止めてください。ノートに書き終わったら動画を進めてください。今日の学習を振り返りましょう。丸一と丸二についてノートに書きましょう。丸一、今日の学習でこれはできた。逆に難しいな。そういうことありましたか？丸二、今日の学習の感想を書きましょう。ここで動画を止めてください。書き終わったら声に出して読んでみてくださいね。終わったら動画を進めてください。今日の学習は言葉で遊ぼうを読み、問いの文とその答えにあたる部分を見つけようでした。今日の言葉遊び、たくさんチャレンジしてみてくださいね。次回はコマを楽しむを読みますよ。問いと答えを見つけられるかな？